私のゲーム部屋。皆さんこんにちは、アクシと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思う。さあアップデートがですねちょっと前にあったんで、そのですね新パーツを使ってこうやってね新しいユニットをね続々と作っているわけなんですけれども、まだまだですねいろいろ作っていきたい。まあまずはですね、はい、このように大胆なビリーを今日も大胆に配置して、配置すること50人。はい、どんなユニットかというとですね、こんな感じで炎をですねまとった炎吐くファイヤーバード、そしてですねロボットアームを搭載したこのイエローロボット、そしてイエローウォーカーということでね、もう神アップデだよね本当にね。こんな感じでね、いろんなね個性的なユニットがねさらに作れるようになったわけだ。でもねリクエストで特に多かったのがですね、このロボットベースの新しく出た4つ組のねこの4つ足、もうこれを使ってね早く何か作ってくれと。はい、何よりねこのアクションですよね。はい、攻撃手段はね持たないんだけれども、このガシガシとね動くロボットの足、四つ足ということでね、これでなんかいろいろ作れそうだなっていうね創作意欲がかなりかきたてられるこのパーツ。いや、これを使ってね今日はねあるものを作っていきたいと思うんですわ。あ、壊された。またねこれバラバラになるのがねたまらないよね。はい、以前作ったねこのねクラブなんですけれども、ライトニングガンを装備したねちょっとね虫というかね四脚自動歩行ロボットをね作ったわけですけれども、こいつもねもうそんなにね手かけてないんだけれども、かっこいいよな。すでにもうこの時点でね結構かっこいいんで、ちょっといじっただけでもう成立しちゃうの。四つ組のねこのかっこよさがね、はい、あるのでね。あ、やられた。大量の大胆なビリによって殴り壊された。今日はねこの四つ組の足を使ってですね、もうねあんまりみんながね作らないようなやつをちょっと作ってみたい欲が半端ない。今日はというわけで早速作っていく。人間が乗るイエローガジェットたちの新しい機体を作りたいと思うんですよね。なので黄色を使いたいんですが、今回はですね人が乗るっていうよりも、この四つ組に人は乗らないけれども戦闘をサポートしてくれるサポート機を作りたい。でどんなものが作りたいかというと、四つ足ってねかっこいいけど結構ね昆虫とか作ろうとするとね難しいんだよね。なぜかというと昆虫は足が6つあるからなんだよね。4つしかないじゃん。なのでね1個作んなきゃいけないんだよ。ほらクワガタいるけど6本足だよね。メカのカマキリなら作りやすいかもしれない。カマつければいいからね。あとはねサソリとかねクモもねいいんだけど、サソリはね足が8つとハサミでしょ、クモも足8つ、全然足の数が足らないの。まあこのゲームにはねアリさんとかいるけれども、この4つ足の他にもですね2本足を足してちょっと昆虫っぽいロボットが作れないかということでやっていきたいと思う。でっかい昆虫ロボットも作りたいんだけど、今回はですねもう最小倍率、はい、この 0.2 倍のですね虫を作りたいんだよね。正直むじいぞこれ。細かいからさ、あ、このパーツいいなと思って使うんだけど 0.2 倍、これ以上下いかないから、小さい四角使いたいなと思ってもねちょっとね工夫が必要なんですよ。例えばですね、はい、このちっちゃそうなこれ、これはね結構小さく使えるんだよね。なのでこれをですねポンポン2個配置すればまあ四角っぽくなると。まあちょっと工夫が必要なんですよねこれで。でまだまだねこのロボットの部品出たばっかりなんで、あのパーツの特性をね勉強していきたいっていう思いもあります。というわけで早速使えそうなこの半球ですね、これがね 0.2 倍にするとねマジ小さいんだわ。超小さい、超細かい。ここのさ足の付け根にさちょっとボールジョイントが欲しいということで、今まではボールジョイントの代わりにね目玉を使ってたの。目玉もね 0.2 倍にすればねそれなりに小さいんで、でこれに、まあ、こうやってね自在にね配置する角度を変えられるんで、これ重宝してたんだけど、これは運営さんの配慮なのか半球が出ました。半球はねマジで便利。目玉はねつけたら目立つんだけど、これだとねちょっと目立ちづらいよね。でもこれもねボールジョイントと同じような感じでですね使えるんだわ。はい、自由自在につけられる。いやこれマジで、これが1個追加されだけでもマジで神だと思いますね。さあこの足になるべく似せていきたいんだが、それが難しいよね。はい、色を黄色にしてと、うまい具合にアーマーを足していきましょう。はい、こんな感じで第5の足第6の足をね作って、まず6本足のねベースを作ってみましょう。はい、試しに作ったやつがあるんでね、ちょっと皆さんに見てもらいましょう。はい、せーの、はい配置するとねこのようにね上空に舞ってしまうんですよね。いやいやいや、これには理由があるんですよ。はい、コロコロ転がってますねちょっとね定位置になるまで待ちたいと思います。オッ
けー、あーもうちょっとだったのに。はい、これをですね落ち着かせるためにはゴリラの顔が必要なんですね。起き上がれ起き上がれ、もうちょっとだもうちょっとだ、いけ。あー、これゴリラの顔の形状が悪いのか。よし、やっと定位置に着いた。はい、これをですねどうやって作ったかっていうのは省略しますが、はい、このようにですね虫を浮かせて、これをね最小倍率でね足作っていこうとすると、このねこれ以上ね、はい、角度つけらんないんだよね。これでね下から覗き込むようにして作ったら、下の方もねいじれるということでね、ちょっと浮かせております。まあ結構ね手間はかかったんだけれども、この足に似せてね、はい、第5の足第6の足を完成させることができました。なかなかね足っぽくなってるでしょ。これにですね頭とお腹をつけたら、もうなんかねすでにねアリっぽいというかね雲っぽい、まあ雲にしてはね足が足らないけれども、ユニットが完成したということでね、なかなか可愛いんじゃないでしょうか。これにねちょっとね機関銃をつけて、はい、ちゃんとね歩くかどうか見てみましょう。なんかサソリっぽいね。いや、どうせならこれサソリみたいにしてみようか。はい、ちょっとね簡単にですけれども、足がね足らないけどね、ちょっとサソリっぽいやつを作ってみました。まあこれでちょっと動きを試してみましょう。本当に歩くのか。まあスケルトン兵とね比べるとね小ささがお分かりかと思います。めちゃめちゃ小さいよ。はい、小さいけれどもね動きは強いですよということで、おっそ動きおっそ、おお、でも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 倒してるぞスケルトンを。小さいながらも、はい、強いということでね、はいはい、銃と回るですね、ローテーターで回る爪を持っております。どんどんとスケルトン兵を砕いていく粉々なんだがこいつの攻撃で、おはは、強いじゃねえか。いやー面白いねこいつ。いや、ちゃんと歩けてるね。いいねいいね。真ん中の足動かないけれども、まあ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 いい動きなんじゃないでしょうか。うんどんどんと怒ったジョーを倒していく。はーい、殲滅、なかなか面白いぞ。まあね、ちゃんとね動けるんで、ちょっとね本格的にディテールアップを施したユニットを作っていきたいと思います。さあ、こいつをですね一気に進化させますよ。せーの、ポーン、ということで2タイプ作ってみました。はい、爆弾を背負ってですね敵もろとも自爆するダイナマイトアント、そしてですね上空からですねバリスタを発射するジェット B ですね。こいつね飛べるんですよ。あとライトニングガンも装着してます。何気に火力あるこいつ。さあ、まずダイナマイトアントから見ていきましょう。さあ、ダイナマイトアント、はい、目標を見つけると、はい、このようにワイヤーガンで敵に向かっていって自爆するというね、シンプルなユニットでございます。敵が固まっていれば複数人をね同時にですね爆破できるというメリットがありますわ。はーい、ドカーン決まったら気持ちいいんだこれが。でもねこいつには注意が必要で、はい、味方の前に置いちゃうとね、味方の方がね早かったらね、このように当たると爆発してしまいます。取り扱い注意なのでね、ちょっとね離れた方がいいですね。初期配置はちゃんと考えなきゃいけないよということでね、はい、まあこんな感じですわ。はい、仲間が倒しちゃったんで出番なしということでねかわいい。このねワイヤーガンがね埋め込んであって、そのワイヤーガンの先端がね口みたいに見えるのがねなかなかチャームポイントでございます。はい、このようにですねダイナマイト周りをですねディテールアップすることによって、爆弾がですねちゃんと体内に埋め込まれてる感を出しました。いや、なかなかかっこよくできたんじゃないかなと思いますわ。でも相手がねビーム砲とかね、このように機関銃を装備している相手だと、はい、このように簡単に撃破されてしまいますね。一長一短あるね。あとはね飛んでいる敵に対してはねちょっと戦いづらいと思ったんだけれども、大丈夫だ、ファイヤーバード一発で倒しちゃったよいやー、やられてもなお燃え続ける炎ということでね、なんかすっげー倒れ方してんなお前。いやー、武装がねついてない敵だったらね結構このダイナマイトでやれてしまいますね。最強ユニット巨人のゴローが相手でも、はい、殴ってくる敵に対してはこのように、はい、簡単に倒せてしまいます。秘密兵器、まあ機銃じゃなくてもね、こうやってハンマー飛ばすね、こういう敵に対してはねちょっと苦手だよね。かといってね、シミタリラみたいにねアホなユニットだったらね、はい、引き寄せて自爆するというね愚かなりということで、このイエロースーツ軍の秘密兵器ということでね、前もってねこのようにダイナマイトアントを敵陣に潜り込ませられれば、強敵相手でもなかなか倒せるんじゃないかという、うわー全部やられた、
全部やられてしまったいやいやいや、強大すぎる敵に対してはさすがに無力だな。いや、さすがボーンドラゴンといったところか。スカルスパイダーならワンちゃんいけるんじゃね。さあバカシロ、おお、クモの、うわー、触手で見事にやられた。うわー、強スカルスパイダーも、いやー爽快感あるな見てて。いやー、ガシャドクロ、うわー強えな。まあ簡単にやられちゃダメだからな、こういうやつらは。ミノタウロス軍ぐらいだったら倒せるかな。いやー、全員同じところに行っちゃったよ、ダイナマイトアント。あー、でも1体倒せたのは結構大きいぞ。はい、イエロースーツたちで、はい、ミノタウロス軍なんとか倒せた。いやー、ミノタウロスキングちょっとかわいそうになってきたな最近。めっちゃ強そうな風貌してんのに。コメント欄でもね、このミノタウロスキングをね強くしてくださいってリクエスト結構あるからね。まあこんな感じでね、ちょっとね、ある程度ね強いユニットに対してはね、あんまりねダイナマイトアントのね攻撃がね効かないんですわ。さあ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 、イエロースーツたち、これは困ったぞ。開発陣もね、こんなはずではっていう感じだよね。いやー、そもそも強力なユニットをね倒すためにダイナマイトアントは生まれたのに、なかなか爆発させてもらえないと。ダイナマイトを取って、はい、改良されたのがこちらジェットビーでございます。ダイナマイトユニットの代わりに、はい、ジェットエンジンとライトニングガンを装備、フライングシステムによって飛行が可能となりました。さあ、そして攻撃方法はこのライトニングガンだけではなく、強化型のバリスタを使うことによって針を発射するということでね、戦闘力が増強されたモデルでございます。さあ、ジェットビー、さあこのようにですね、相手の周りをね飛んでいってですね、速やかに殲滅する。いやー、遅いからなダイナマイトアントは。結構早いからね、ほら、もうドローン並みの素早さ。さあ、そしてライトニングガンがね効かなくても、はい、毒針ですよ。はい、このようにですね、口についた針、それでね仕留めることもできます。いやー、まさにサイレントアサシン。いや、こいつら2体でね結構なね数倒せると思うんですわ。見ていきましょう。さあ、ライトニングガンで倒していく。いやいや、かく乱もうまくできてて、固まったら、はい、ダイナマイトアントでドカンだ。あれ、爆発しないぞ、爆発しない、爆発しろ、爆発しろ、あれ、なぜ爆発しない、不発している。あ、そうか、ダイナマイト取っちゃったんだった。ダイナマイト取っちゃったんだった。いや、せっかくお前の見せ場を取ってごめん。はい、付け直して再戦ということでね。さあ、見ていきましょう。このですね、黄色い虫たちがどこまで人間相手にやれるかというところでね。さあ、爆発しろ、固まってるぞ敵は、ドカーン。あれ、B やられた、もしかして。あ、 B やられてる。まあ小さいからな、こんな時もあるわ。気持ち悪いな、おっさん同士が固まってると。さあ、ちょっとですね、同じ虫対決ということでスウォームバグと戦わせてみましょう。うわ、ちっこいやつら同士で戦ってるよ、すげえ。おお、ダイナマイト、ダイナマイトアント、おお、ワイヤーガンで、はい、なんとかね引き寄っていってね、なんとか爆発できましたね。さあ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 、めっちゃ縦横無尽に駆け回っているこの小さな戦争。小さな戦争、一体どっちが勝つのか。いや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 、どっか行っちゃったよ。家に帰っていく、何だったんだあいつらつって。はい、ステイホー。いやー、結局ね、戦力増強のために作ったのにね、村があるね、なんか精霊と同じでね。結構ね、どっか行っちゃったりするね。はい、これをうまく制御することができたらね、このように強いんですけれども、いや、なかなか面白いユニットができたわ。はい、ちょっとタコを相手にね戦ってみましょうか。サイボーグオクトパス、さあ見ていきましょう。いやいや、結構ね攻撃かわせると思うんだよね。あー、やられたわ。さすがの弾幕ですね、サイボーグオクトパス。まあ1体じゃさすがに勝てないよな、ということで5体ぐらいでやったら勝てんじゃねえか。はい、見ていきましょう。さあ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 、すごいぞ、弾幕すごいぞ。あっという間に倒しちゃった。いやー、負けたわ。さあ、前列にダイナマイトアント、そしてジェットビーと、前半に何気なく作ったサソリ、そして本陣のイエロースーツたちということで、最新の小型ガジェットを駆使したイエロースーツ部隊の誕生だ。最近この辺りは暴走族が出るからな、ゴリラの。あいつらを殲滅してくれ。どけ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 、邪魔だ邪魔だ、どけ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 、俺らの暴走についてこれるかな。さあ、出動ということでね。はい、おっせえこいつら。全然暴走できてねえ。はい、この動きがもはやね、なんかもう制御できてない、暴走してるんじゃないかっていう感じでね。はい、どんどんとゴリバイクたちがやられていく。はい、ジェットビーによってやられてしまった。いやー、すげえな、あっという間に囲んでたな、ジェットビー。
かわいい、気持ち悪い。いや、ひょっとしたらね、氷結竜アイスドラゴンも倒せんじゃねえかな。さあ、アイスドラゴン討伐ミッション開始ということでね。うわー、やられたよアイスドラゴン。マジか、やるね。さあ、以前はですね、このビッグバトルライデン一気にですね、イエロースーツたちやられてたんですけれども、今回ね、小型 B もね、いるんでね、勝てるんじゃないかな。3体が相手だとしてもということでね、戦い見ていきましょう。さあ、ジェット B たちがね、攻撃を撹乱している間に、後ろのですね、はい、うわー、銃でね、破壊していくというこのスタイル、なかなかね、相性がいい、連携プレーができているということでね。さあ、偵察部隊であるこのイエローウォーカーが突っ込んでいる。よしよし、いい感じだぞいい感じだぞ、どんどんと倒している。集中砲火を浴びせていく。さあ、このね、何気なく作ったサソリたちが強いんだな。こいつがね、一番強いかもしんない。いや、なんで強いのかがね、分かったよ。これね、歩くスピードめっちゃ遅いじゃん。だからね、敵に突っ込んでいかないの、それが強い。さあ、ついに人間たちもサイボーグダイナソーズに対抗しうる力をね、つけてきたね。というわけで、はい、相手にして見ていきましょうということでね。さあ、ド派手なバトルが始まったぞ。さあ、おお、強くね。はい、ジェット B のね、撹乱、そしてね、ライトニングガンが炸裂してましたね。いやー、なかなか侮れないぞ、イエローバグたち強いわ。はい、サイボーグプテラもね、押されてるよね。はい、いい感じいい感じ。うわー、強い。いやー、サイボーグプテラもね、あー、爆発させられた。うわー、サイボーグプテラ強い。お、サソリに突っ込んでいくぞ。さあ、プテラ最後の力を振り絞って、さあ、サソリに爆撃。うわー、なんとかサイボーグダイナソーズが勝ったけど、結構苦戦してたな。ボロボロじゃねえか。さあ、サイボーグダイナソーズには勝てたが、ドラゴン軍団相手にはどれほど戦えるのか、なんか結構ピクピクしてるけど大丈夫かお前ら。さあ、源流ドラゴンゾンビキングドラゴンが相手だということでね、いや、どこまで戦えるのか見ものですね。さあ、3体の竜がですね、わー、突っ込んできたぞ。いや、これはさすがに厳しいか、あっという間にやられてしまった。いやー、最後のバトル、さすがドラゴン軍団といった感じですね。いやー、ドラゴン一体も倒せなかったわ。はい、というわけでね、今日は超小型のですね、 AI 昆虫ロボット作ってみました。ダイナマイトアントとジェットビーということでね、イエロースーツ軍団の新たな戦力が誕生したというわけでですね、これからもですね、四つ足でね、どんどん作っていきたいんですよね。次回のアニマルレボルトバトルシミュレーターは多分アップデートが来ると思うんで、それの解説になると思います。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。